はい、さーい、比嘉愛未です。ただいま舞台真田中勇士の制作発表を終えてきたばかりです。まあ本当にすごいキャスト、スタッフの方々に囲まれての制作発表、すごく緊張しちゃいました。でも本当にすごい勢いがある、あのパワーを感じたので、あのそれを糧に、今から稽古、そして本番に向けて、私も頑張って取り組んでいきたいと思います。本当にここにいるのもなんか恐れ多いというか、今から怖い気持ちもあるんですけど、でもなかなかこんな豪華な舞台に出演できるのはないと思うので、本当にそうですね、自分の人生の宝物になるように一生懸命演じていきたいなと思うので、皆さんの足を引っ張らないように鍛えたいと思います、今から、はい、本当に初めてのアクションなので、そうですね、まだ半年以上先ですけど、今から1日100回やっていきたいと思います。そんなにやりすぎですか。じゃあ50回今日の制作発表で楽しみが増えました、それとも緊張度が上がっちゃいました？楽しみですね。なんか本当に前さんもおっしゃったように、皆さんのパワーを感じたので、私も負けないぞという気持ちで楽しみになりました。で、私の役はですね、真田重雄氏でも実在する人物ではないんですね。オリジナルのキャラクターで、音楽の一、ホタルという役を演じさせていただきます。なので、まあ音楽の一ですから、まあアクション満載だと思います。なので、そうですね、怪我がないようにしっかりと体を鍛えて稽古を積んで、ね、最後の日まで、全力で走っていけたらなと思っています。本当に本当にスペシャルな舞台になると思います。ぜひ楽しんでいただけると思いますので、皆さん来年1月7日から始まります。ぜひ見に来てください。それでは、比嘉でした。